慶応大学と合併する東京歯科大学の過去問に挑戦して、いや意外と時間かかってんな、酔っ払ってっとダメだな。非常に日本語にしづらくしてる。 The virtually infinite variation、 それは virtually は非常によく問われません。じゃあ難易度はどれくらいだったのかっていうんですが、難易度的に言うと、さあ、で始まりましたもちチャンネルです。さあ今回はですね、今話題の東京歯科大学の過去問に挑戦してみたいと思いますね。まあ美鈴学園が出してるやつなんですね。もう出てましたね、この縄文太郎ね。もうこんな大きいやつでも4000円ぐらいするんだよね。3800円税別なんですが、やっちゃったよ。これ2020年度って書いてあって、開いたら平成31年度って書いてあるから、うわーそうか来たってね。これ2020年度用なんで、2020年の問題じゃないっていうことですね。買ったけど今年の問題じゃないから印刷してきました、データベースから。はい、慶応大学と合併するという風になりまして、わーみたいなね感じで、慶応歯学部誕生だっていう風になってるんですが、それ触れた動画出したんですけど、コメント欄にですね、東京歯科大ってすごいんですからね、ね、現役の歯科の皆様からですねコメントいただきまして、すごい伝統があるし、歯医者さんに、ね、なる人もすごく多いし、合格率も、ね、日本一でしたっけ、なんですごいところなんですよって来ましたんで、そうだったんだっていうことで、じゃあ入試問題はどんな感じなのかっていうのをですね見ていきたいと思いますね。はい、70分のテストだそうです。それではいつも通り、もうこの画面ね3日連続だと思いますけど、この動画、さあやっていきたいと思います。では行きましょう、レディースタート。最初が発音問題ですね。はい、異なるのを選ぶわけですね。はい、アクセント、文法語法、次は並べ替え問題ですね。いや意外と時間かかってんな、酔っ払ってっとダメだな。和訳、はい、2つ目の長文、英文、和文英訳。おお、重要作がついてる、なかったぞこんなの去年の問題には。なるほどね。ほい、終わった。ということで時間は13分54秒でした。はい、まあ70分の試験でしたけど、やっぱ酔っ払ってるから意外と時間かかったな。なんかね、字が潰れてるのがあるところかな。はい、それでは答え合わせしていきますね。さあ一緒の問題がビューですね。あの言うの音とうーの音ね、これネイティブとかに聞くと同じじゃんってね言うやつですよ。これ何が違うの、そう言うとうーってね、同じうーだと思っちゃうんでよくあるやつですが、はい、イノとかアイの音とかエンディットイットの音とか、まあいわゆる有名なやつですね。ただまあうーとユーのやつは確かに悩む人が結構いたりしますね。次のアクセント問題、エージェントとマデストですね。はい、まあこれも余裕ですね。で文法も問題、 young for his age ですね。はい、年の割にの for、 so to speak 言われると、 tell 人 to do と stop ing を通った問題で、次が、あ、これがね前悩んじゃう人もいるかもしれないですね。カメラ使っていいけど、それ careful だった時だけねっていうやつね。この only if と if only を間違えないようにするんですよ。これね何巻台でも間違っちゃう人いますよ。はい、次、 it is no use ing、 なんとかしても無駄であるは楽勝ですね。続いて並べ替え問題ね、 as part of the human growth とか、まあ、日本語のやつを直に訳せないものが結構あるので厄介。2個目は basic wants、 名詞の want ですね。動詞だけじゃないんですね。私は欲しいものっていうね、もともとないから来てるんですよね、 want ってね、ないから欲しいんですよ。人はないものねだりなんですよ。次は簡単ですね、 there is some time before the door open、 これは簡単でしょ。あ、次はちょっと日本語とねずれるからね、 crops are free of poisonous pesticides ね。はい、で次は you're doing something positive、 まあこれいわゆる something とか anything とか、いわゆる何々 thing とか何々 one っていうのの後ろに形容詞がねくっつけられるやつってやつと、 and だとね、この and が並んでる形っていうのはね、まあ狙われやすいですからね。続いてが和訳問題と空欄に入る一語を答えろってやつです。この空欄に入る一語を答えるために結構読ま
まなきゃいけなくてめんどくさかったんじゃないかなと思うんですね。非常に日本語にしづらくしてる。The virtually infinite variations。この場、virtually は非常によく問われますね。almost と言い換えられるっていうのは入試大好きなんですよ。これ医学部の問題とかでも何回も見てる。で、本来はバリエーションとかっていうのね。変異とかね。変種とか。日本語出せるかっていうのもあるし、フルートね。フルーツじゃなくてこう、産物とかさ。実りとかいろんなね。日本語訳ありますから、そういうの出せるかですよね。プロセスっていうのもちゃんと過程。だから進化の過程の産物であるとかっていう訳ができるか。ね。カタカナじゃなくてちゃんと出せるかっていうのを聞いてんのかなと思いましたけど。次もよくできる。All living creatures are related by descent っていう。from common ancestors。common ancestors から出てきた子孫であるっていうので関係してるんだよってやつね。いい問題だと思った、これ。これは構文ね、間違えるだろうし、訳も出せないだろうなって思いますね。続いての長文は、まあ、動詞を入れるものは簡単性、trouble, leave, affect, adjust, stay なんかも全然違うから、役割が。で、次が動詞の形を ing に変える簡単でしょ。並べ替え問題は、まあ、これヒントがあるんで、あ、ここ間違えるポイントじゃないかなって思ったやつが、ちゃんとね、もう出てきちゃってるんですね。次の文見たら。だから、これ全然、なんか間違えないだろうと思って。いわゆる some と others の対比ってやつですね。some と others が対比表現になるっていうね、これ結構知らない人がいるので気をつけなきゃいけない。で、 flashes of light っていうのは、これ難しいんじゃないかなと思ったので出てきてるんですよ、ちゃんと。で、次、定義に当たるものを選びなさい。これ簡単だと思います。似たようなことが書いてあるからね、バッチリ。で、次は英文英答ですが、まあそのまま取ってくれば簡単じゃないですか。ね、模範解答見てもほぼほぼ同じですね。で、次、和文訳。まあ、これはよく出てくる。外国語を学ぶ一番いい方法は、その言葉が話されている国に行くことだとよく言われる。これよく言いますね。この It is often said that the best way to learn a foreign language is to go to the country where it is spoken。もう全く同じですね。私が書いた英文のことも模範解答。まあ、これ本当によくあるやつ。で、それの理由を答えなさいっていうのが、自由英作ですね。これ今までなかったんで、完結って書いてあって、どれぐらいの完結なのかわかんないです。ちょっと模範解答のとこは省略って書かれてて、省略されちゃってるので、自分自身はこの間武田塾チャンネルで似たようなこと話したんですけど、その言語に触れる時間がすごく長くなるっていうことと、言語だけじゃなくてその言語が使われているその文化のこととかね、知ることができるようになるよっていうのがね、よく言われるポイントですので、そういうのを書きました。じゃあ難易度はどれぐらいだったのかっていうんですが、難易度的に言うと、まあ2等コマ線よりは難しいと思いますね。なぜかっていうと、やっぱ記述があるからです。確かに長文の問題は全然マッチよりも簡単です。長文の内容とかっていうのは、まあちょっと難しい単語も出てるんですけど、ただやっぱ和訳が結構難しいので、全然2等コマ線レベルよりも上だし、当然和文英訳プラス自由英作があるので、その分難易度が上がってるって感じですね。英文英答に関してはそのまま本文中の表現が使えるのでそこまでではないけれども、だ発音アクセント文法語法問題は簡単ですね。並べ替え問題がちょっとレベルが高め、和訳が難しめで、まあ、和文英訳自由英作に関しては、まあ、マーチレベルにいかないかなぐらい、そんな感じだと思います。だから2等コマ線よりは難しいけど、マーチには届かないかなぐらいだと思いますね。はい。まあ、おそらくね、まあ、慶応と合併すれば、レベルはガンと上がるだろうなとは思いますね。もっと難しい問題になってくるんではないかなと思われます。人気もすごく出るんじゃないかなと思うんですけどもね。といった形になりました。はい。ぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。Thank you for watching. ご視聴ありがとうございました。